今月1日から行われていた鴨川での出キャンプ、今日で打ち上げ。また先週から鴨川組と二手に分かれての台湾遠征も行われ、マリーンズが3連勝を飾ったというニュースも伝わってきています。まあそんな中、いろいろと気になる話題がありました。まずは涌井投手が FA 権の行使を表明です。まあこれは想定内ですよね。出るかもなーなんて話をしてましたけれどもね。まあまあ、もともと涌井はね、はい、西武に入団して、西武で FA して、まあ、ロッテに来たわけですから、まあそれの、まあ、伊藤さんが監督っていうのもあっただろうし、その伊藤さんが辞められてっていうところも考えたら、はい、まああの FA 出ていくのはまあ仕方ない事実っていうところですよね。想定内ね。まあでも日本人がねメジャーで活躍する姿が多いほどまたそれも励みになるし、日本の選手がね。そうですね。まあ僕は別にメジャー挑戦はいいことじゃないのかな、日本野球界にとってもね、と思いますけどね。さあそして鈴木大地選手が二塁手として三井ゴールデンクラブ賞を受賞しました。はい、あのショートから二塁にコンバートされたシーズンでの初受賞なんですけれども、まあ良かったですよね。まあ本当にね、今年1年間ほぼマリーンズにとって明るいニュースがなかった中で、はい、このゴールデングラブ賞で、これはもうパ・リーグの中で一番うまいってことですから、守備がいいニュースですよね。リスナーからメール来てるんですけど、はい、ラジオネーム背番号 J26、はい、里崎さんは鈴木大地選手のサードコンバートどう思いますか。ちなみに OB の小宮山聡さんも井口監督の現役引退試合の解説で、はい、中村をセカンド、鈴木をサードにして中村の送球問題と鈴木のキャプテンの負担軽減を話しておりましたと。だからこれはですね、鈴木大地がサードがいいっていうわけじゃないんですよ。そうですか。選択法じゃなくて、まあ、ある意味消去法でもあるんですけど、だ要は中村を、まあ今年ね前半苦しみましたけど、中盤以降打撃が良くなって、まあ、ある一定の形は見せれたと、で来季に向けても中村を今年の後半の成績を残せるんだったら、レギュラーとして使いたいと、ってなった時に今年中村は1年間で12個もエラーしてるんですよ。これも圧倒的に多い、しかもスローイングも含めて不安定すぎると、っていうことは中村の守備ではサードショートは苦しいと。そうなってくるとファーストまでの送球が近いセカンドに誘うと、そうなったら鈴木大地が出なきゃいけないですよね、セカンドから。そういうことか。でそうなってきた時にセカンド鈴木大地がショートだとちょっと肩の強さと守備範囲も含めて苦しいと、そうなったらもうサードにしましょうと、っていう選択の中で大地がサードがいいんじゃなくてチーム構成上サードに行かざるを得なかったっていうところが多分本質だと思いますね。まあ、せっかくね三井ゴールデングラブ賞も受賞されましたから、ね、全部一緒に取ってやらいいですよ。あ、面白いですか。サードも取ってショートも取って、そうですね、でセカンドも取って、で晩年になってくるから、動けなくなったらファースト行って、ファーストも取る、晩年になったらファースト、これもうプロ野球史上で初じゃないのかっていうサードショートセカンドファースト全てでゴールデングラブ賞ってよくないですか。それファン的には楽しみですね。これ引退してからもね、そんだけゴールデングラブ賞取ってたら仕事あるから、はいはい、その先までか。さあこのコーナーではそんなマリーンズの2017年シーズンいくつかのカテゴリーに分けて総括しておりますが、はい、今日はですねルーキー編投手編に続いて今回のテーマはこちらです。野手編ということで。野手ですよ。まあ今ね、野手の中村のコンバートと鈴木大地のコンバートについて話しましたけど、消去法という話もありましたけどね、はい、まあそこで一つの話題になったエラーの数をまずね、エラーちょっと言いたいんですけども、はい、まあチームトップが中村、12個、に伴って大峰翔太も12個と多いわね翔太。で平沢大河が続く9個、この3人でですね、もう33個もしてるんですよ。なるほど、ね、エラーの数が今年ねパ・リーグで優勝したソフトバンク、まあ新記録のエラー数1年間39個、ほぼ変わんないんですよ。そりゃ勝てないって。でしかも今年のマリーンズ打撃前半チーム打率が1割台と打つのに非常に苦労した、しかもホームランで言っても、まあ、今年トップのホームラン数は、はい、途中から加入したペーニャの15本が最多で、はい、また鈴木大地の11本、ね、まあ、中村翔吾の9本と続きますけども、あとパラデスとか10本かってなった時に長打力もなかなかない、でしかもシーズン中盤までチーム打率も低迷してた中、そのエラーしてたらね勝てませんよ。だそういったところの
不安定さも考えての鈴木大地サード中村セカンドによって、うん、まあ、なんとかエラー数を減らして無駄な失点を防ごうっていう、はい、井口監督の策略っていうかね、作戦でも、はい、作戦あると思いますけど、でもいい話も聞きたいでしょ。もちろんですよ。あるんですよ、いい話が。何ですか。やっぱりですね、荻野貴司が1年間怪我しなかったっていうね、あ、内さんもでしたもんね、そういえばね。そうなんですよ。わあ、本当ですね。やっぱりね、あの、まあ、今までね、まあ、うちもそうですけど、1年間通してね、なかなか働けなかったっていうところが、はいはい、まあ、今年はね、2人とも1年間通して働けてですね、まあ、荻野もね、打率2割6分4厘と、うん、まあ、盗塁がね、はい、26個と、まあ、もうちょっと頑張ったら30個いけたかなっていうところもありますけども、うん、まあ、1年間初めて頑張った中では、はい、まあ、良かったかなと。成績も、そうですね、ホームラン5本ね。だからこれをしっかり、うんうん、まあ、もう一回ね、体を鍛え上げて、来季に向けていけばですね、しっかりとした一番として、まあ、同じ打率でもいいですから、出塁率が3割1分5厘なんで、はい、あと4分ぐらい、3割5分ぐらい投げてですね、盗塁数を30個以上にしていければ、うんうん、また面白い戦いができるんじゃないのかなっていうところはあるんで、なんか足使った感じ見たいもんね、やっぱりね、うん、で、まあ、荻野の一番の怖いところはやっぱり怪我でしたからね、うん、そういうことですね。そういった面でも、うん、まあ、この26個はシーズン終盤結構盗塁多かったんですけど、はい、まあ、一つの懸念事項が、チームの順位がほぼ確定してからのアウトになってもいいよ盗塁の中も見られたんですよね。あ、だから接戦の中負けたらチームの調子が悪くなるっていう緊張感のある中、盗塁をどこまで成功できるかっていうところが来季に向けてのもう一つの課題で、その状況がどういう状況で盗塁するかっていうね、まあ、ここのワンステップさえ超えれれば、外野が角中以外埋まってなかったポジションセンターっていうところが、荻野がしっかりとしたレギュラーっていう形で座れる可能性は十分ありますよね。はい、でやっぱり今年1年間でね、一番やっぱり問題点としてシーズン前から挙げられていたデスパイネがいなくなった後の外国人選手の活躍頻度っていうところで、うん、まあ大失敗言いますよ。もうそんなもん忖度して柔らかく言わないですよもうファンの皆さんが思ってることをもう率直に言った結果が、はいはい、今数字見てるとね、まあ、大金をはたいて取ってきたハーデス、ダフィーが、はいはい、まあ全く活躍しない。これはやっぱり大きかったですね。で、片やデスパイネはソフトバンクに行ってホームランと打点の2冠王ですから。そうですよ、デスパイネ。そういったところではやはり外国人の働きが全くなかったこの2人っていうところの、まあ、前半戦のチームの低迷を招いてしまった、まあ、しかも監督としてはですね、はい、新外国人を取ってちょっとぐらい打たないからってすぐ引っ込めれないですよね。そうだね、それは1億以上のお金で取ってきてるんですから、最初慣れるとか、うん、日本の野球にマッチするように我慢していきますけど、はい、うん、まあ、我慢したけど、まあ、それに見合う成績は残してくれなかったっていうところは苦しかったですし、まあ、あの途中加入のサントスもですね、はい、来た時はね、おっっていう感じはありましたけども、はいはい、まあ、結局蓋を開けてみれば、まあ、打率2割5分でも守備がいいし、うん、足もあるんで、うん、いいかなって思うんですけども、うん、あんなに足早いのに盗塁が5個ってね。あ、そうだ、5個だ。だやっぱりね、走塁技術が下手くそなんですよ。ここをもっと上げて荻野と同じように30個ぐらいできるようになったら、うん、面白いですよね。打率が2割5分で、チームが底上げでね。そうなんですよ。うん、で、あと、まあ、途中加入したペーニャがね、はい、まあ、打率は2割5分切りましたけど、うん、まあ、70試合でホームラン15本と、まあ、来季に向けてですね、まあ、一つだけお願いしたいのは複数年契約はしないでねっていう。あ、いや、そしたら、ま、ね、どっか痛いとか言って休んだりしおりがちなんですよ。そっか。で、しかもペーニャはね、もう結構いい年ですし、うん、今まで日本球界長かったですから、うん、まあ、ここはもう1年勝負の出来高つけてやっていかないと、うんうんうん、休まれたらね、うん、休まれてそんなチームが機能するほどの戦力がないわけですから、うん、そこはもうね、厳しい目線で、うん、単年勝負の第2期なるほどね、っていう契約問題もありますから、そうね、そういったところも含めてやっていってもらいたいなっていうところはありますけどね。うん、でも一番誰に期待したいですか、来年。一番期待したいの、はい、やっぱりね、一人ですよ。福浦さんの2000本安打早く見たいですよ福浦さんね。だからもうね、どんどん年もいってる中、やっぱり怪我が一番心配ですよね。うん、一番それですよね。で、しかも福浦さんは来年っていうか、まあ、この秋のシーズンから、うん、
打撃コーチ兼任、ね、なりましたから、うん、そういった場面でも、うん、多分その自分以外の仕事も多くなる中、うん、自分の2000本安打までの自己コントロールっていうところもしっかりしてもらいたいなっていうところと、うん、まああの迷宮会入りの選手としては、はい、ロッテ生え抜きでいうと村田兆治さんと有藤さん、はい、まあ、この2人しかいないわけですから、はい、それに続く長い歴史の中間空きましたけど生え抜きでロッテ一筋で福浦さんのこの3人目の選手に時代を超えてなってもらいたいなっていうところは、まあ、僕だけじゃなくてファンの皆さんもみんなが思ってることなんで、1日でも早く達成してその姿を、ね、まあ、見たいなっていう、それもファンの皆さんも期待してますよね。そうですね、いいニュースですよね。リスナーからメール来てるんですけど、はい、ラジオネーム背番号 J26、はい、里崎さんは鈴木大地選手のサードコンバートどう思いますか。ちなみに OB の小宮山悟さんも井口監督の現役引退試合の解説で、はい、中村をセカンド、鈴木をサードにして中村の送球問題と鈴木のキャプテンの負担軽減を話しておりましたと。だからこれはですね、うん、鈴木大地がサードがいいっていうわけじゃないんですよ、そうですか。選択法じゃない、選択法じゃなくて、まあ、ある意味消去法でもあるんですけど、で要は中村を、うん、まあ、今年ね前半苦しみましたけど中盤以降打撃が良くなって、まあ、ある一定の形は見せれたと、うん、で来季に向けても中村を今年の後半の成績を残せるんだったら、うん、レギュラーとして使いたいと、はい、ってなった時に今年中村は1年間で12個もエラーしてるんですよ。これも圧倒的に多い、しかもスローイングも含めて不安定すぎると、うん、っていうことは中村の守備ではサードショートは苦しいと、そうなってくるとファーストまでの送球が近いセカンドに誘うと、そうなったら鈴木大地が出なきゃいけないですよね、セカンドから。そういうことか。でそうなってきた時にセカンド鈴木大地がショートだとちょっと肩の強さと守備範囲も含めて苦しいと、うん、そうなったらもうサードですね、うん、まあ荻野もね打率2割6分4厘と、うん、まあ盗塁がね、はい、26個と、まあもうちょっと頑張ったら30個いけたかなっていうところもありますけども、うん、まあ1年間初めて頑張った中では、はい、まあ良かったかなと。そうですね、成績もそうですね、ホームラン5本ね。だこれをしっかり、うんうん、まあ、もう1回ね体を鍛え上げて、来季に向けていけばですね、しっかりとした1番として、まあ、同じ打率でもいいですから、出塁率が3割1分5厘なんで、はい、あと4分ぐらい、3割5分ぐらい投げてですね、盗塁数を30個以上にしていければ、うんうん、まだ面白い戦いができるんじゃないのかなっていうところはあるんで、なんか足使った感じ見たいもんね、やっぱりね、うん、でまあ荻野の一番の怖いところはやっぱり怪我でしたからね、うん、そういうことですね。そういった面でも、うん、まあ、この26個はシーズン終盤結構盗塁多かったんですけど、はい、まあ、一つの懸念事項が、ええ、チームの順位がほぼ確定してからのアウトになってもいいよ盗塁の中も見られたんですよね。だから接戦の中負けたらチームの調子が悪くなるっていう緊張感のある中、盗塁をどこまで成功できるかっていうところが来季に向けてのもう一つの課題で、その状況がどういう状況で盗塁するかっていうね、まあ、ここのワンステップさえ超えれれば外野が角中以外埋まってなかったポジションセンターっていうところが荻野がしっかりとしたレギュラーっていう形で、今月1日から行われていた鴨川での出キャンプ今日で打ち上げ、また先週から鴨川組と二手に分かれての台湾遠征も行われ、マリーンズが3連勝を飾ったというニュースも伝わってきています。まあそんな中いろいろと気になる話題がありました。まずは涌井投手が FA 権の行使を表明です。まあこれは想定内ですよね。出るかもなーなんて話をしてましたけれどもね。まあまあ元々ワークがね、はい、西武に入団して、うん、西武で FA して、まあ、ロッテに来たわけですから、うん、まあそれの、まあ、伊藤さんが監督っていうのもあっただろうし、その伊藤さんが辞められてっていうところも考えたら、はい、まああの FA 出ていくのはまあ仕方ない事実っていうところですよね、うん、想定内ね。まあでも日本人がねメジャーで活躍する姿が多いほどまたそれも励みになるし、日本の選手がね、そうですね。だからまあ僕は別にメジャー挑戦はいいことじゃないのかな、日本野球界にとってもね、と思いますけどね。さあそして鈴木大地選手が二塁手として三井ゴールデンクラブ賞を受賞しました。はい、
ショートから二塁にコンバートされたシーズンでの初受賞なんですけれども、まあ良かったですよね。まあ本当にね、今年1年間ほぼマリーンズにとって明るいニュースがなかった中で、はい、このゴールデングラブ賞で、これはもうパ・リーグの中で一番うまいってことですから、守備にしましょうとっていう選択の中で、第一がサードがいいんじゃなくてチーム構成上サードに行かざるを得なかったっていうところが多分本質だと思いますね、うん。まあ、せっかくね三井ゴールデングラブ賞も受賞されました。全ポジション取ってやらいいですよ。あ、面白いですか。サードも取ってショートも取って、そうですね、でセカンドも取って、うん、で晩年になってくるから、うん、動けなくなったらファースト行って、うん、ファーストも取る、晩年になったらファースト、これもうプロ野球史上で初じゃないのかっていうサードショートセカンドファースト全てでゴールデングラブ賞ってよくないですか。それファン的には楽しみですね。これ引退してからもね、そんだけゴールデングラブ賞取ってたら仕事あるから、あ、その先までか。さあこのコーナーではそんなマリスト2017年シーズンいくつかのカテゴリーに分けて総括しておりますが、はい、今日は ですね、ルーキー編投手編に続いて今回のテーマはこちらです。野手編ということで、野手ですよ、まあ、今ね、野手の中村のコンバートと鈴木大地のコンバートについて話しましたけど、消去法という話もありましたけどね、はい、まあ、そこで一つの話題になったエラーの数をまずね、エラーちょっと言いたいんですけども、はい、まあ、チームトップが中村、うん、12個、うん、に伴って大峰翔太も12個と多いわね、翔太で平沢大河が続く9個、うん、この3人でですね、うん、もう33個もしてるんですよ。なるほど、ね、エラーの数が今年ね、パ・リーグで優勝したソフトバンク、まあ、新記録のエラー数1年間39個、ほぼ変わんないんですよ。そりゃ勝てないって。でしかも今年のマリーンズ打撃前半チーム打率が1割台と打つのに非常に苦労した、うん、しかもホームランで言っても、うん、まあ、今年トップのホームラン数は途中から加入したペーニャの15本が最多で、うん、まあ、あとは鈴木大地の11本、そう、ね、まあ、中村翔吾の9本と続きますけども、うんうんうん、あとパラデスが10本かってなった時に長打力もなかなかない、うん、でしかもシーズン中盤までチーム打率も低迷してた中、うん、それエラーしてたらね勝てませんよ、うん、だそういったところの不安定さも考えての鈴木大地サード中村セカンドによって、うん、まあ、なんとかエラー数を減らして無駄な失点を防ごうっていう、はい、井口監督の策略っていうかね、作戦でもあると思いますけど、はい、でもいい話も聞きたいでしょ。もちろんですよ。あるんですよ、いい話が。何ですか。やっぱりですね、荻野貴司が1年間怪我しなかったっていうね、あ、内さんもでしたもんね、それがね。そうなんですよ。わ、本当ですね。やっぱりね、まあ、今までね、まあ、うちもそうですけど、1年間通してねなかなか働けなかったっていうところが、はいはい、まあ、今年はね2人とも1年間通して働けて、うんうん、